では今年最後のトレリンです。今日は福袋と初売りの情報をお伝えします。宮崎市の山形屋にやってきました。早速ですが長友さん、山形屋さんには毎年人気の福袋があるんですよね。はい、宮崎山形屋では、例年夢福袋という福袋を販売しております。はい、こちらは事前のお申し込みで抽選販売となっておりますが、毎年たくさんのお客様にお申し込みしていただいております。夢福袋ですか、縁起が良さそうですね。どんな福袋なんですか？はい、お客様の夢を叶えるというコンセプトの福袋となっておりまして、キッズの夢としましては、はい、テゲバジャール宮崎さんのご協力でユニリーバスタジアム新富で試合前のお手伝いをして特別席で観戦することができるものや、選手と一緒にラジオに出演できるものなどがございます。そういうのがあるんですね。試合前のお手伝いやラジオ出演って普段はなかなかできない体験ですよね。はい、確かに夢を叶える福袋ですね。また趣味の夢としましては、はい、こちら青島ピクニッククラブでのサウナパーク利用券にバーベキューがついたものをご準備しております。サウナとバーベキュー最高ですね。しかもお得な価格で楽しめるっていうのが福袋のいいところですよね。また、旅行の夢としましては、はい、こちらの宮崎カーフェリーで行くユニバーサルスタジオジャパンへの旅をご準備しております。ユニバーサルスタジオジャパン行きたいです。そしてファーストクラスのフェリーなんですね。新年から贅沢な夢が叶いますね。この他にもマイホームの夢やマイカーの夢、ご馳走の夢などたくさんの夢を詰め込んだ福袋をご準備しております。はい、なお宮崎山形屋の初商いは1月2日午前10時からとなっておりますので、新年のご来店を心よりお待ちしております。ここからはお得な福袋や初売りイベント情報を一気に紹介します。イオンモール宮崎は年末年始も休まず営業いたします。元旦1月1日は朝9時オープン、約100店舗で約1万個以上の福袋をご用意いたします。また定番となった獅子舞の練り歩きや江戸の置物プレゼントほか、お笑い芸人のステージショーや恐竜の練り歩きなど、2024年のお正月もイベント盛りだくさんです。各店舗の福袋情報やイベント情報はイオンモール宮崎の公式ホームページをご確認ください。皆様のご来館をお待ちしております。宮古シティのお正月は1月2日午前10時より営業いたします。1月2日は開店10時より立花太鼓響き座のステージと恒例の餅巻きを実施します。同じく2日、モノマネタレント、堀の爆笑モノマネステージを開催。そして1月3日には、新春ビンゴ大会。1月2日、3日の2日間、6000円以上の宮古シティお買い物券が必ずもらえる1000本引きを開催いたします。皆様、お正月も宮古シティでお待ちしています。現在 M プラザ宮崎では1月14日まで冬バーゲンを開催しております。バーゲンじゃなきゃ手に入れなかった商品がお安く手に入る機会となっております。また今回のバーゲンは安さだけではなくイベント感を出しております。おみくじ、スタンプラリーなど企画をしております。また1月2日の初売りでは宮崎山形屋との合同福袋をはじめとした館内の15店舗から福袋が販売されます。今年のトレンドは昨年度も人気のあったドンク、ミスタードーナツなど食品店舗から多数出店いたします。宮崎山形屋との合同福袋では3万円相当のグルメ商品が1万1000円で購入できるチャンスとなっておりますので、ぜひご参加をお待ちしております。今日は新年のお買い物情報をご紹介しました。皆さんも新しい年にお得に買い物を楽しんでみてくださいね。